はい、今回は盛岡市再現1丁目にございます賃貸オフィスのご紹介、農林会館です。農林会館ビルといえばですね、盛岡市にお住まいの方であればもう皆さん馴染みのある、ビルでございますけども、今回ですね、耐震工事をはじめですね、外壁や共用部分すべてリニューアルされて、もう本当にびっくりしました。ぜひご覧ください。1966年築なんですね。築年数でいうと、築55年ということになります。1階にですね、ララ岩手さんというですね、お土産屋さんが入っております。もし県外の方とかであればですね、岩手城跡公園というところを目指していただければすぐに目の前です。はい、盛岡駅を出ました。海運橋方面に向かっております。撮影したのはですね、本当1月の、半ばですね。本当に寒い時期でした。開運場所を渡りまして三苑通りの方に入っていきます。とにかくバスたくさんすれ違いますのでご覧ください。スケートリンク状態ですね。しましたらこちら映画館通りの交差点ですね。タワートップデパートですね。どんどん岩手城跡公園に向かってます、はい、こちら左側のこう青っぽいですね、タイル張りのビル、こちらになります。はい、それでは中へ入ってみましょう。もうエントランスからしてですね、本当リゾートホテルのようでした。こういったオフィス向けの賃貸っていうのはですね、チラシとか入るわけでもないですし、 CM とかね入るわけでもないので、なかなか見れる機会もないと思います。こう取引先の方がね入ってるとかいう方であれば見る機会もあるとは思うんですが、なかなか本当見れる機会ないと思います。ぜひゆっくりご覧ください。1966年といえばですね、昭和41年になります。当時とすればですね、なかなかやっぱこれくらいの規模の建物はね少なかったんでしょうね。盛岡にもですね、こういった古い、昭和40年代のビルたくさん建ってると思いますが、ここまでこうですねリノベーションできるんだなと感動しましたね。はい、じゃあこちらがですね209号、53坪の、オフィスになります。天井がスケルトンになってますね。すごくおしゃれですし、広さ、空間のですね高さを感じられましたね。ほとんどの部屋がこっちの道路側っていうんでしょうかね、岩手公園側あるいは、南側の方にこう配置されてます。でもこう窓がすごく大きくてですね、景色が良かったですね。空調機もすべて新しくなってました。
ですね、213号室、一番小さい部屋にありますね、6.6 坪。こちらは岩手公園側ですね。こちらも天井がスケルトンになってまして、とってもかっこいい部屋でしたね。続いて24坪205号、こちらは天井がこう張ってあるタイプでしたね。こう角の部屋になります。小さい部屋は 6.6 坪から、大きいと、91坪まで、とご相談によって120坪ぐらいまでですね、お部屋用意できます。各フロアに、トイレがついております。トイレは共用部分になります。お掃除は、ビル面が入りますので、必要ありません。共用のリフレッシュスペースです。本当にですね、こうカフェというかバーのようになってますね。夕暮れ時でしたけどもね、景色も綺麗でした。こちら南側の方向いてます。左側の方はですね、岩手公園になります。ウッドデッキついてましてですね、ここから外にも出れます。こちら左側のテーブルのところにはですね、あの PC の用のコンセントがねずらーっと並んでる感じで、ここでもねちょっとした仕事できるんでしょうね。画面上、2階と3階のフロアですね、平面図載せてますけども、広さは6坪から124坪までご用意できます。坪あたりの月額賃料は8500円から1万1000円。広い部屋ほど割安な賃料にはなっております。いかがでしたでしょうか。もう会社に行くのがね、楽しくなりそうな、おしゃれな、賃貸オフィスでした。盛岡市内で事務所をお探しの方いらっしゃいましたら、広さは選べますので、ぜひですね、選択肢の一つに入れてみてはいかがでしょうか。まずはお気軽にお問い合わせください。ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。